サッカーのボールタッチの練習をしていきます。今日はグニグニという技をやります。まずやってみたいと思います。解説していきます。インサイドから足の裏アウトサイド、そしてアウトサイドから足の裏インサイド、この順番でボールと足が離れないようにまずコントロールします。こういうのダメです。こうではなくてずっと触っている状態。そして反対の足、軸足、これを動かしながら軽く跳ねながら触っていきたいと思います。反対の足でもやっていきます。こちらは30秒ぐらいやるともう汗だくになります。ただすごい簡単な技でありますので、簡単な練習ですので、低学年とか、何回できたかな、何秒で何回できるかな、そういう風な、競争をする、練習としては、ちょうどいいのかなと思います。片足でできた方は両足でもチャレンジしてみてください。少しゆっくりやります。右足のインサイド、アウトサイド、インサイド、次右足つきます。左足のインサイド、アウトサイド、次左足つきます。これをリズムよくトン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 、このリズムでやってみてください。以上です。